はい、こちら大石養魚場さんの銀鱗紅白、2歳オスメス不明でサイズが 24.5 センチです。こちらの鯉はですね、昨年11月ですかね、行われた広島の農業祭で25部の総合優勝を取った、鯉です。はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、広島の、大石さんの銀鱗紅白です。こちら大石さんがですね、農業祭で出品され、25部で各部総合優勝を取った、御三家に勝ち各部総合を取った銀鱗紅白です。やはり非常に綺麗ですね。もう銀の吹きも、もう上の方、頭の方から尾の先まで綺麗に並んでおります。そして模様もいいですね。もう教科書通りの模様です。目にも赤く白地もよく抜けております。 24.5 センチサイズもぴったりですね。はい、乗ります。その5段の模様がバランスよくていいですね。はい、綺麗にあります。幅もあります。よく太ってます。サイドです。はい、サイド中の方です。お腹の方まで、そうですね、ギラギラしてますね。この銀鱗なら、対等に戦ってくれるんじゃないでしょうか。できれば、品評会の方使っていただきたい部位ですね。はい、メニューの、綺麗さもありますね。そうですね。はい、いかがでしょうか。こちら大石養魚場さんの銀鱗紅白、2歳オスメス不明、サイズが 24.5、東京大会25部でお探しの方いかがでしょうか。非常に銀の吹きもいい、そして模様のいい銀鱗紅白です。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。